はい、おはようございます。ラスカルでございます。珍しくお店に入る前の前撮りを撮らさせていただいておりまして、今日はねまたハイパーファットンさんに来ているんですけれども、こちらのお店かなり限定メニューが多くてですね、今回は5種ねコースのようにラーメンをいただきに来ました。まあ、食べながらね詳しくメニューの方は説明していこうと思いますので、早速店内の方に入っていきたいと思います。はい、そしたらもう店内の方に入っているんですけど、1杯目が到着しております。こちらはねコースでいう前菜の汁なしすっぱ麺でございます。そしたら早速脱ぐちゃうといけないのでいただこうと思います。いただきます。よく混ぜて、醤油のね香ばしい香りと酸味が効いていて、プラスアルファでこの唐辛子がね後味をピリッと締めてくれて、めちゃめちゃ美味しい。これ見えるかな、トロの豚肉。はい、今ね2杯目が到着しました。こちらがコースでいうところのスープになるパタンファットンのスープバージョンでございます。でこのメニューはね、こっちのつけ汁に関しては塩分がもう全く入ってないんです。でこっちがね混ぜそば方式になってまして、これを混ぜそばで食べたり、こっちにつけるとねだんだん塩分が移ってきて味が変わって楽しめるそうです。麺の方はね、締めてあってつけ麺のような感じになってます、スープの方、豚感がめちゃめちゃうまい。ちょっとこっちにつけてみようかな。体験で表現が難しいんだけど、こうキリッとしたタイプの家系ラーメンのつけ麺バージョンみたいな感じ。いやこれめちゃめちゃうまい。はい、今3杯目が到着しました。でこちらがね一応コース料理でいう魚料理ですね。サバちゃんでございます。サバをねベースに使った混ぜそばみたいなんですけど、和風系プラスこういったマヨネーズを入っててジャンク系の味になってるみたいなんで、楽しんでいきたいと思います。全部一回混ぜますね。
な光り物っぽい独特のね、あの香りも残しつつ、で鰹節でね、またね、まろやかになってますよ。めちゃめちゃうまい。前回ね、あのハイパーカットさんね、魚群ラーメンっていただいたんですけど、やっぱりね、汁なしになってて、まあ、塩分高かったり、豚のね、割合も少ない分、結構ね、攻撃的なね、ビシッとくるやつ、めちゃめちゃうまい。一味を、きしむから、ちょっとこれは唐辛子をトッピングしたいと思います。こちらがね、いわゆるコースでいう肉料理、まあ、メインですね。もちろんデフォのラーメンでございます。で今回はね、トッピング油、辛め、ニンニク、すべてですね、していただいております。それでは早速いただきます。じゃあちょっとまずはスープからね。いいよ。あー、うまっ。大丈夫です。ただちょっと甘めのもんなんで、はい、すき焼きを、はい、はい、ということでね、今5杯目、最後のデザートということで、こちらでございます。すき焼きでございます。こちらのメニューも僕未体験になってまして、ちょっと全然想像がつかないんで、早速食べていきたいと思います。基本ね、まあ、醤油ベースの返しに、なんか味付けはね、かなり甘め。これがまた絶対豚と合うし、それでいてやっぱりジャンクなんだよね。二郎系なんだけど、すき焼きって感じ。めちゃめちゃ美味しい。お待たせしました。どうぞ。見えるかな、返しにつけた感じ。ちょっと茶色だったみたい。絶対美味しい。
生卵がね一緒についてくるので、これをつけながら食べていきたいと思います。見える？